いた。いました。そうない。だからだんだん年を追うごとに新しく子供ができるごとに完全に出やすくなる、まだ若い時に出やすくなるって感じで、まだ新しい、まだ最初の時に。出そうだけど、ね、なんだったかって、そういうのが出るのは、ただ遅く、ただ個体差で遅く、出るのもいいの、出始めてるのも、ちょっと薄なーっと出始めてるのもいいんで、一応確定でネドブラのまさげて色、サラサはそんげでネグでいいから、幅が広いやつだな、幅広いやつ、上絡みでなの、これのやつ、嫌なすんだ、下のさ、入れてもらえれば、これも色、これ綺麗だ、背中が白くても腹の方が赤いやつに、他の金魚と違う、そういうのやないと思う。
背中が赤くて、はい、背中だけ赤いっていうのがメインだったんで、そういうのしか言ってないんですけども、ワッキング場合はまあ下の方も出るだから白だなと思って、裏返すの赤とかも白いのは白いけども、赤いのが隠れてるんで、あ、本当だ、うん、この尻尾さちょっと入ってんのも綺麗だもん、うん、水のおかげだねだって発酵具で発酵具この鳥海山だから、多分ブナリンの、あブナリン関係するなんだな、なるほどね、他のところだからブナリンないんやろ、あ、そういうこと考えると鳥海山ってそんな目立つようなものっていうとブナリン、あなんかブナリンの柄の水源なものだから、これは一つ王だね、だんだんだんだ、あの一つを欲しい人用に残してたんですよ、たまにしか出ないんで、庄内和金ではねえわけだ、ね、町会和金だけども、町会和金の一つを、うん、一つをたまに出るんですよ、先祖参りで、珍しい、うん、珍しい、それであのやっぱりそういう一つを脱ぎやつ欲しいっていう人用に残してた、あーなるほどね、その好みなんだよ、なんかやっぱりこういう和がれるの嫌いだって人もいて、あーどうなのか、同じ兄弟なんで色はまたで感じてない、うん、違って言うと 赤くなるのはやっぱりこういう風だから、まあ、思いをつけてやるのがやっぱり赤くなってくる、赤くなる、うーん、赤くなるっていうのは濃さが、だな、濃さが、うん、やっぱり全身赤いところ、ちょっとやっぱりオレンジっぽくなるんだよね、あ全身さ赤とか、ね、まあ、回るもんだから、あなるほど、だから一部さ赤がこう続くと真っ赤なんだよな、こいつは、あとは下の方が日当たらないものだからこう薄くなる、あ日当たってるから、背中の方が日当たるとやっぱ濃くなる、うん、そうだな、面白い、この辺のはでもアッケゼンの、これだん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 、これはアッケ、すごい赤いな、うん、やっぱり家の中で飼ってると色落ちていく、だんだんやっぱり保護色なロードするから、あの普通の船とか濃いから孫色が、うん、あれってあの普通の魚とかは黒くなって背中の方、あんなのはあのやっぱり日当たったり、あの上からのほらあの天敵から守るためにあの色濃く黒くなって家の色が面白くなろうすね。ああなるほど。だからあの全部の魚から腹の方だけなんで真っ白、あの海の魚全部腹だけはらしい。白くなるそういうことなの。やっぱり火のあたりと、うん、面白くなろうとするよやっぱり。これだってちょっとコップ開けちゃうと。その第1回目の時はやっぱり親なんねど、キューと出ないもんで、あそうそう、これやっぱり本当に出んなーかって言われるでも2、3年だった2、3年でもう出るようになったんで、もう早いですね、あのもう早いついこの間まで出ねーって、なかなか出ねーって言ってたやつが、うん、大きくなってからでも出なかったの、こうやってあと小さい時から出始めちゃう、やっぱりもうちっぽくなってくるとだんだん出やすくなってくる、今はこういうふうな ちっちゃなの方が昆布確定やないと確定って、だからその一昔前のがちょっとこういった大きいのはやっぱ昆布出るのが親になってからでも出ないって、これでも一応尻尾だね、なんかいいけんども、うん、一本見で、一本見でちょっとぐらいの広がいい、もうちょっと分かれそうになってる、色は綺麗だけどね、確実に死ぬ、かなり死ぬ病気なんだけど、あ、運動の、うん、あ少しでまた感染しまう、あの要するにほら日本だって海外だってあの家畜でほら食料なる動物の薬は発展するけども、うん、観賞魚とかの声は二の次になっちまう、あそういうことも、うん、人の口に入るものなんだ、人の口に入ったら優先だったら豚とか鶏とか、うん、牛とかがほら普通に手厚い、うん、あの保護であの病気とか研究されるなっていうのは、うん、やっぱり鳥とか金魚の方は二の次になってしまう、でもこれ3匹だな、はいはいはい、これで、はい、お願いします、はい、ここはほら、昆布があんまりまだ出てないから、やっぱり、さらに上げたやつ、お得ってお得だよ、まあ、後から昆布出たけど、うん、だから、昆布出たら、全然出たら1000円だからって、かなりやった、こっちでが、ただの、その800円とか1000円の人だけだから、ほら、あ、来た、これ全部昆布出てるやつ、それで赤、色もな、赤い昆布出た、
ああ、若いんだよ。最初はのほら赤く肉でも昆布だけ優先して作っていたものだから、さっきのようにあの大きなはあんまり昆布でね、けんどもそのたり色が薄かったりするけど、だんだんから洗練されてきたから、いや、その次の子供で綺麗な子いるから小さいのがいいで、綺麗な子供が赤く結構やんよ。Let's go!